辻人なりは、日本の作家、ミュージシャン、映画監督、演出家。所属事務所はタイタン。本名並びに、作家活動時の名字の字体及び名前の読みは、点が二つの信用の、辻に、人なりは、人なり、映画監督並びに、歌手活動時は、点が一つの信用の、辻に、人なりは、人生となる。バンド、ザムザでの活動時は、 ジンクホワイトもしくはターンにジンクと称する。童話作家の東ズマ・平の英子夫人と辻の母親が10姉妹同士。女優の南カ穂と2度目の結婚。一時を授かるが後に離婚。2002年に女優の中山美穂と3度目の結婚をしたが2014年7月8日に離婚が成立。フランス・パリを拠点に創作活動を続けている。箱立観光大使でもある。 東京都南多摩郡日野町に生まれる。少年期は父親の仕事の都合で福岡市、帯広市、函館市と各地を転々とした。北海道函館西高等学校を卒業し、成城大学経済学部に進学するも中退。1985年にロックバンドのエコーズのボーカリストとしてデビューする。1989年、ピアニシモで第13回。 スバル文学賞を受賞し、作家デビュー。1991年5月東京、日比谷野外音楽堂でのライブを最後に10年に及ぶバンド活動にピリオドを打ちエコーズ解散。その後、ソロ活動へ。1991年、本格的に作家としての活動を始める。1994年、母なるなぎと父なるしけで、芥川賞候補、ミラクルが、 青少年読書感想文化大図書になる。1995年に女優の南加穂と結婚、一難を設けたが、2000年3月に離婚1996年、アンチノイズが三島幸男賞候補に。1997年、海峡の光で第116回、芥川賞を受賞。同年に函館市営予賞を受賞。1999年、 白仏の仏語翻訳版でブーダーブランでフランスの語大文学賞の一つであるフェミナ賞の外国小説賞を日本人として初めて受賞。白仏は祖父今村豊をモデルとした作品。2002年6月女優の中山美穂と結婚。2004年1月に長男が誕生するも2014年7月8日競技離婚が成立。2003年東仏。 拠点をフランスに置き、創作活動を続けている。2007年から9年間、京都造形芸術大学芸術表現、アートプロデュース学科クリエイティブライティングコース教授を務めた。2011年より塾長を務める人間塾開校。2013年9月1日、木下グループ木下マネージメントのマルチメディア開発部エグゼクティブプロデューサーに就任。 2009年3月23日には、ヘイ、ヘイ、ヘイ、ミュージックチャンプに、新バンド、ザムザエヌ・バンシーで出演し、約20年ぶりに、テレビで、ズーを披露した。2014年、中山美穂との離婚の騒動を問題視され、当時所属していたレーベルから、ライブツアーの中止を求められるも、それを不服として、自腹でのツアーを決行。そのツアーに、 運営窓口として協力したタイタンに、同年9月より正式に移籍した。2016年10月21日、辻人成が、編集長を務めるウェブマガジン、デザインストーリーズを立ち上げた。2017年4月11日、日本経済大学の客員教授に就任した。2017年5月14日、ラジオ番組、スカパー。日曜、シネマテイクにコメント出演し、 自身の映画ベスト3として、ジョンカサベティス監督のハズバンズ、ハルアシュビー監督のチャンス、サムペキンパー監督のワラの犬を自身の映画ベスト3に選んだ。2018年2月27日、歌と自身の手料理を振る舞う、初のディナーショーを行った。2018年4月11日、同年10月開校のタイタンの学校の 特別講師になることが発表された。2018年5月8日、息子と 2G の名義でユーチューバーとなる。2018年9月22日、ギルートジャパンのプロテクトゥールドラギルドを助任した。2020年11月14日、地球カレッジを開校した。2021年5月30日、2021年度、フランス観光新前大使に任命された。 瀬戸内ウチ寂聴やエクニカオリ、千住博、建築家の坂茂、サッカー選手の岡崎真司や長谷部誠と交友が深い。2021年7月3日、サッカーフランス代表のアントワーヌ・グリーズマンとウスマン、デンベレが日本人に対して人種差別を行ったとみられる動画が流出した。この動画に対して、辻は語訳であると指摘し、人種差別には当たらないとして、 二人の行動を擁護した。また、フランスではほとんど話題になっていないとも発した。一方、フランスメディアの多くは、彼らの言動を人種差別の疑いがあるものと題して、報じている。また、楽天やコナミなど、日本企業が、謝罪の要求や、スポンサー契約を解除するなど騒動に発展している。楽天などの抗議を受けて、動画流出から5日経ってから、 二人の所属チームの FC バルセロナは謝罪を発表している。現在までにフランス、ドイツ、スペイン、イタリア、トルコ、中国、台湾、韓国、タイなど世界各国で翻訳され紹介されている。今村京子名義、ライブ DVD、ユニット、エコーズオブユース、クレモンティーヌ・ウィズ人生つじつじひとなりウィズ息子、サウンドトラック、イメージアルバム、バンド、ザムザ、 ボーカルとギター担当。メンバーはベースで、リーダーの女怪人、ドラムに、いがら光太。ギターは、伊藤博樹。11月29日、渋谷デュオミュージックエクスチェンジにて、ファーストライブを行う。2010年、6月12日、ウームにて、ライブ2010月続を行う。テレビドラマトーク番組バラエティ番組、ありがとうございます。